石川健太郎は、愛媛県四国中央市出身の格闘家、空手屋、キックボクサー。指導官四国村上塾愛媛所属。空手家ながら、人並み外れた、屈強な肉体を武器に、総合格闘技、MMA を主戦場にしている異色の空手屋。第22回、24回、全日本格闘区主戦主権大会優勝。 1978年5月24日、愛媛県川野江市に生まれる。家族は父、母、姉の4人構成。幼少期から柔道を学び、高校からフルコンタクト空手を学ぶ。1993年にアメリカで開催されたアルテメット大会を雑誌で知り、総合格闘技を志す。特徴身長174センチ体重104キロと、 上背へこそないものの、屈強な肉体と怪力で相手をねじ伏せる、ファイトスタイル。空手家ながら、得意技は多様な投げ、打撃は、左ミドルキック、ローキックに重いパンチ。指導官空手三段、柔道三段の腕前。得意技は、大外刈り、大内刈り、袖吊り込み腰。相手を強引に、テイクダウンし、サイドポジションからが面への重いパウンド、 または顔面踏みつけが最も得意な戦闘スタイル。握力100キロ超、ベンチプレスで210キロ、フルスクワット300キロ以上を記録する、国内屈指のフィジカルファイターといえる、短距離走が得意。100キロ超えた体重で100メートルを12秒フラットで走る。スタミナに難点があり、改善策としてロードバイクで長距離を走るトレーニングを取り入れ、改善したものの、 未だに、スタミナには、不安がある。MMA が本業であるが、キックボクシングでも戦えるオールラウンダー。四根村上塾塾長、村上隆二師範に風母が、ダルマ大師に似てることから、ダルマさんという愛称で呼ばれている。キックボクシングは、ダルマ石川のリングネーム、MMA は、石川健太郎の本名で出場している。やるかやられるかの危険な間合いの戦いを好む。 そのため、ノーガード打ち合いランダ戦に持ち込む特性があり、どっちに転んでも短期勝負になりやすい。風貌、戦闘スタイルともに、プロ向き。後先考えない特貫ファイター。退職官であり、大酒飲みの主号である。小学生の頃から、地域の住民たちが嫌がるほどの悪ガキで、中学2年生の頃から車を無免許で乗り回し、友人たちを車で送迎していた。 高校に入学すると、車、バイクの無免許運転で学校に通学。休みの日も、ほとんど車の無免許運転で移動し、今となって本人は、運が良かったと語っている。自身のツイッターでは、ジョージ・シモネタを連発する、公職館でもある。入場曲は、山本さやかトリューブルー。黒帯、道着姿にスキンヘッド、太い首に、精悍な髭面。 いかつい風貌は格闘ゲームに登場するキャラクターを彷彿させる。キャラクター性がはっきりした存在感あるヘビー級格闘家である。好きなタイプの女性は広瀬アリス。ヒート47のインタビューでは広瀬アリスのマニアだと公言している。ありがとうございます。